はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、もう春も近づいてきましたし、僕たちも忙しいのが一通り終わりましたので、今日は久しぶりの断捨離デーということで家の中を点検していきたいと思います。で、今まではあくまでも僕のスペースだけを点検するっていうことをやってたんですけども、今回は、彼女と一緒にですね、ちょっと共有スペースのところを、点検していきたいと思います。今まで自分のところだけだったので好き勝手できたんですけども、今回は同棲している彼女がミニマリストじゃないわけなんで、一緒に断捨離をする、点検をするっていうのは初めてなので、どうなるかちょっと楽しみですね。はい、じゃあ行きましょう。ではでは断捨離を始めていきましょうか。はい、まあ、共有スペースとは言ってもまずはちょっと自分の机から点検していきたいと思います。まずはこちらですけど、ちょっと汚いですね。いや、早速つまずいちゃいましたけども、あ、でもそういえばこれ匂いのやつなんですけど、こうピューつってアックスっていう匂いのやつでなんですけども、これほぼほぼ中身がなくなってたので、じゃあもうこれ処分します。で、あとここの中にはですね、こういった顔パック、これベトナムのパックだったりとかではあるんですけど、まあ特に使わないものはない、使ってる使わないものはないっていう感じですね。はい、OK です。で、下に行くとですね、ここは結構またごちゃっとしているんですけども、特にやっぱここがごちゃごちゃしてますね。まずこれが足を温めるためのこうやって出して、何でしょう、赤外線っていうんですか、そうで、こう足を温めるやつなんですけども、まあこれもそうですね、まあまだ一応使っているので、これはこっち持ってきます。そう、こういったものもちょっと統一感を持たせないとあれですね、見栄えがよろしくないですね。まあ、なのでちょっとそれに関してはまた別途考えます。でも一応これ全部使っているものなので、使わないもの、迷ったものがないので、これは取っておきます。はい、とりあえずここは OK です。ちょっとこの配線部分のこういうのは美しくないですけども、はい、こうなんかいいアイデアがあったら教えてほしいです。そう、ここからしか配線できないんですよ。なのでいいアイデアがあったら教えてください。はい、とりあえず自分のところ終わりましたので、はい、じゃあ次は共有部分やりましょう。はい、はい、どーん。じゃあまず上からですね。上は、あー、なんかここいろいろこれもう壊れちゃってて、もう使わないんですよね。で、新しいライト買ったんですけども、もうこれ使わなくて、粗大ごみに今出そうと今注文してるんですね。一応断捨離するものとしてここに置いときます。で、まあ、じゃあこれも充電器も充電器もと。で、ここあとはこれ三脚なので OK です。あ、っていうとスペースがこう空いて、そう、これはちょっと引っ越し用のパソコンのやつなんで。で、次これ、これ7個あるから、その分この黒いやつを処分しようということで。洗濯用に。あ、了解。じゃあちょっとこう、よいしょ、なんかクリーニングするたびに増えていくハンガー、これはちょっと処分していきましょう。あと、あ、これ何、掃除機っぽくない？あ、掃除機の先端につけるやつ、これ使ってる？使ってない。俺も使ってないから、じゃあこれはい、処分。左半分なんですけど、上は、あ、なるほど、この夏に使う扇風機があって、で、これはですね、こうなんか大きい布団とか干すときにこうやって伸ばしてここにかけて干すんですね。そう、なのでこれはまあ使うということで取っときます。で、ここにあるの、これなんだろう、お布団のカバー。あ、布団カバーか、布団カバー、今冬、うん、あ、夏入れるもんね、これね。確かに、じゃあこれは、うん、取っとこう。これは電気毛布だから、でもゲストが来た時あったじゃん、そう、その時にかなり役立ったんだよね。だからこれはじゃあ、うん、ちょっと使うかなと、うん、頻度は少ないけども、ゲストが来た時に確実に使ってるから、うん、これはじゃあ取っていこうと思います。その自分が使ってないけど相手が使ってる可能性があるので、そう、なのでちょっと捨て方が変わってきますね。はい、で、次はこちらですね。はい、ああ、なるほど、ここですね。テープ類が、これマスキングテープ、これもマスキングテープ、マスキングテープ使ってる？え、これ使ってない、あんまり使ってない、一つでいいかもしれない。あ、一つでいい、うん、なるほどね。これも含めて、いや、これも使ってないから、これショッピンの、じゃあ一つ残そう、うん、じゃあどれにする？どれでもいいよ。どれでもいい、うん、じゃあ、一番長く使えそうなやつ、これ、うん、まだ残ってる。じゃあこれは手放します。
はい、OK ですね。両面テープ、両面テープ、ちょっともう何か分からないぐらい使ってないのこれね。自分の中でなかったことになってるから、結局これが出てきて、まあ、手放したところで最初からなかったようなもんだから全然困らないんで、あ、なんか捨てるものあったね、うわやった捨てようっていうよりかは、なんか今こうポーチがパンパンになってて、なんかいろいろ取り出しにくいなってたから、じゃあ減らそう、スペースを空けようっていうことで、じゃあ何を減らすかって言ったら、じゃあこれ、うん、かなっていうことで、じゃあこれも手放します。よいしょ。でこの中が相当ごちゃごちゃしてますけども、ちょっとじゃあ全部ちょっと出してみましょうか、うん、何これ全然記憶にないんですけど、あ、多分これ確定申告の時使ったやつなんですけども、もう使わない、これはもう大事なデータも全部消去されてるので、はい、これもありがとうございました。なんかいろいろ散らばってるんだけど、何がどうなって、ちょっと一旦整理しましょうか、うん、ということで、あ、でこの USB、 この USB はなんか大切にしてるやつじゃないこれ、うん、うん、じゃこれはちょっと取っておきましょう。でこのなんか台湾のホテルから持ってきたやつ、これも使わないからね、これいらない。でも機械使ってる、これ太いの使ってない、これも使ってない、じゃあ使わない、うん、でこの黒ペンは使う、でこの黒ペンも使う、うん、でこういう細いなんか油性ペン、これを使うから、うん、こうやってやって100均で買ってきたんで、意外とこの100均で買ってきたやつだけど結構毎日使う、結構毎日、うん、ヘビロテしてるから。じゃあこれこう超速攻攻めない、これは何かと役に立ってるんだけど、なんかここじゃない気がするんで、ちょっと別のスペースに入れたいと思います。はい、ちょっとスッキリしましたね。はい、 OK です。はい、ありがとうございました。じゃあこのスペースが終わりましたので、次はこのキッチンスペースに行きたいと思います。あ、でちょっとゴミが見えてるのが美しくないので、これは後で処分しましょう。これも後でついでに捨てますんで、これも別に迷ったら捨てってわけじゃないですけども、ここに置いときます。それではキッチンに行きます。じゃあまず上から行きましょう。よいしょ。わー、なんかごちゃっとしちゃう。どうしようか、どうしようか。はいね、じゃあとりあえずもう全部出します。はい、全部出しまして、はい、全部出しました。でこれこんなにタッパーいらないもんね、使ってないもんね。引っ越しする前のところから持ってきたやつだと思うんだけど、これで普段俺たちが使っているやつはまずこれ使ってます。これ2つももうヘビロテ、毎日のように使ってて、でこれも使ってるよね、うん、使いやすい大きさ2個くらいっていうかな、うん、いや、うん、ほんとこれぐらいって感じ、うん、あってももう1個くらい、どれか大きさ違うやつとか、うん、もうこれ使ってるの見たことないもん。これはもういいんじゃないかな、うん、でこれは取っとこう、取っていいと思う、うん、そうで、これはあれなんですよ、これはつい最近ちょっと買ったやつなんですけども、便利すぎるアイテムでして、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ便利なんで、これはまた別の動画でシェアさせてもらいます。はい、なのでこれはまあ捨てません。はい、ありがとうございました。はい、 OK です。で続いてこちら、あー、なるほど、いろいろありますね。これは飲む、あ、ヒアルロン酸のやつ。あ、でなんかカルピスが出てきて、あれこれあったんだみたいな、懐かしいアイテムなんかも出てくるわけなので、やっぱり定期点検っていうのは大事かなっていう感じですね。はい、で、あとこちらはなんかたこ焼き、たこパーするときにの道具がこの上に入ってたりとか、あとゲストが来た時用の割り箸が入っていたり、水筒なんかが入ってたりします。なんでここはまあ普段使っているので、これは OK。 あ、でもこれ、このコースターみたいなやつは使ってる？これは花瓶の下に置いてたんだよね、うん、あ、なるほど、コースターじゃなくて花瓶の下に置いてたやつ。そう、あ、なるほど、うん、まあ別にもうスタバが映えてるから、うん、これだけで単体ちゃんと綺麗です。お水少なすぎるね。はい、あとは OK ですね。で、これはもう、うん、もう全部使ってるから、あ、じゃあここちょっと見直してみる。うん、さあ、そしてまあこれらがあるんですけど、ケーキ用とパスタ用みたいな、そう、まあ、感じで、じゃあ、うん、OK、 これはいいね、はい、これ使う。でこれも使う、バターかな、この間買ってた。でこのも料理の時使ってる、これも、うん、使ってる。これ箸置き、これバーバパパの、これはなんか前2個あったんだけど1個になったら使わなくなっちゃった、うん、じゃあこれも使わないね、うん、さよなら。はい、さよなら。このスプーンは使ってるんですよ。これ初めて見たんだけど、これはね、なんかね、ちょっと変な大きさだよね。使わないね。使わない、うん、はい。でこれは逆に1個足りない。あ、これ確かに、これは逆に1個足りない、だから足さないといけない、うん、でこれはピーラー、ね、使うね。はい、使います。じゃあこれ手放します。は
はい、ありがとうございました。これもこんなにあったんだ、うん、2個だけ残すか。あ、じゃあ2個だけ残そうか、うんうん、これと大小、あ、いいね、大小、うん、じゃあこれは手放します。はい、はい、とりあえず2人の食器はこのスペースということで、はい、で、こっちは、うん、OK です、はい、はい、ここから出した調味料類ですけども、ソフトパン粉、まあこれもほぼ使ってないですけど、使ってない、ね、ないんだよね、これ使うときないし、うん、一回も使ってない、そう、いや、使った記憶は本当にない、はい、迷ったら捨てでございます。あ、このレンジフードフィルターはここに、そう、つけてる、かよ、うん、かよ、うんうん、これが出てきたので、まあ、せっかくだったら新しいものに変えちゃいましょうということで外します。取り替えてすっきりしました。 OK です。で、まだあるんですよ、こっちこっちで、これプロテインのやつなんで、まあ、これはすみません必要ですと。で、これも、まあ、ここら辺のなんか統一感がないのがあんま美しくないんですよね。こういう夏になるとこのルイボスティーを沸かして水にこの中に入れて冷やすっていうことをやってるんで、使わないわけじゃないんですよね。なんでこれは取っておきますと。で、片栗粉も意外と役が活躍してくれてるんで。で、このシナモンは僕が前住んでいた物件にいる時から持ってきたやつなんですけども、意外と使い道が難しいんですよね。そうなので、そのめちゃくちゃ健康にいいんですけど、ちょっと使ってないんで意味ないんで、じゃあ手放します。はい、ありがとうございました。これはこれと同じ、うん、あ、なるほど。あ、じゃあその引っ越し、うん、その引っ越し、お互いがこう引っ越ししてくると、その方で使ってたやつがダブルっていうのはあるかもしれないですね。じゃあこちら処分していきます。はい、ありがとうございました。よし、使わないやつは下の段に隠しましたので、これ結構スッキリしましたね。はい、 OK です。で、続きましてこちらのスペースなんですけども、じゃあまた一旦出しましょう。はい、出しました。どこからどこまでがこの中にあったやつなのかっていうのがちょっと分かりにくいんですけど、まずはこういう袋系ですね、ゴミ袋なんかがここに入ってます。45リットルの袋がもうダブっちゃってるんで、なるほど、じゃあこれは今から使ってって感じで、うん、これジップロックのやつでアルミホイールで、これ全部使ってます。で、これもこう挿入します。で、このはかりも、まあ、たまに使うんで、これも、はい、 OK です。で、ここにあるのが、これは、うん、何これ、多分ね、もうカピカピだった気がする。カピカピ、今回あの掃除で、掃除しながら捨てましょう、捨てましょうというか使いましょう。お手拭きだったり、台所の布巾だったりっていうのをここに入れて洗濯しながら使い回してます。なので OK です。あとはまあ全部使ってるのでこれで OK です。2013年だ、7年前に300円で買ったやつ、うん、3ポイントで7年前に買ったやつ、すげえ、めちゃくちゃ物を大切にするよね。7年前に3コインズで買ったやつを、はい、手放します。はい、マスキー車がちょっとわからないですけど、ちょっと再整理しまして、はい、 OK です。で、ここの中はちょっと見栄えが悪いですけども、全部使っているものなのでここも OK です。そしてこちらの冷蔵庫の上のやつも OK ですと。そして冷蔵庫の中身がこうなってまして、まあここら辺はちょっと雑ですけども使っているものがあります。で、ここがあれ2019年の12月25日と、あ、これ切れちゃってますね。じゃあ処分します。あとはもうちょっと雑ですけど全部使っているもの、あ、ちなみにこれ生姜はちみつ美味しいです。はい、はい、ありがとうございました。はい、これでキッチンの点検が終わりました。で、続きましてこちらに行きます。はい、そしてここの洗面台なんですけども、この中がですね、まあちょっと相変わらずごちゃごちゃしてるんですけども、この中で、使わないもの、あ、そっかそっか、このタオル、これはもう使って1年以上が経っている、経とうとしているもので、もうだいぶ汚れてカピカピになったので、これは雑巾にしたいと思います。はい、あとは OK です。ほいほい、元タオルなので雑巾にした時のその吸水性がすごいですよね。じゃあ続きまして、この玄関の下駄箱の中身、これをちょっと点検していきたいと思います。よいしょ、よいしょ、はい、
で、じゃあギターこの中身を全部出します。せーので、これだけ、これが全部そのカノンジョンの靴ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14足、はい、14足あります。で、この中でじゃあまずヘビロテしてるやつだったりお気に入りのやつはもうあげちゃいましょう、うん、観光総裁で履くパンツ。ああなるほど。使わない、ほとんどほとんど使わない。あ、でも何かあった時使うってやつだもんね。そう、それは断捨離するか迷う。でもまあスペースあるしいいんじゃない。いいの、そういう YouTuber でいや、ていうかまあ迷ったら捨てだけど、迷ったら捨てだけど、でもまあそういう厳しい基準はまあ自分だけっていうね、うん、そうそうそう、まあどうぞどうぞ選んで。じゃ あんまり履かないのはここに置くね。あ、いいね。じゃああんまり履かないやつと履くやつでスペースを分けちゃえばいいね。でもなんかこうワクワクしなくなっちゃったりとか、うん、使ってないやつだったり、あとこれはもうボロボロだよねみたいなやつがあったら、一番迷っているというか結構ボロボロはこれ。あ、これ？2年前に2000円で買いました。2000円で買ったんだ。元取れてると思うから、うん、もう今年いっぱい、うん、お疲れ様でしたって。今日ですごい履きやすかったけど、うん、もうここがよく見たら、あ、ね、あ、本当にゴムが剥がれちゃってるっていう、うんうんうん、すり減ってきてるし、冬だから、うん、もうね、これもこの2足は、うん、これも一見綺麗なんだけど、ここがやっぱもう、はい、あー本当だ、2年、ちょうど2年、どっちも一緒に買ったから、はい、ちょっとさよなら、はい、で、はい、これも2年半前ぐらい、2年かな、はい、で、やっぱりここがね、あー本当結構傷が、あー、ここが結構傷ついちゃって、うん、もう2年履いたし、うん、うん、あと、なんていうの、こうずれてきてる。あ、そうなんだ、なるほどね。で、合皮だからちょっと、あ、合皮なんだ、うんうん、あ、はい、6足、うん、6足、え、本当に6足手放していいの、大丈夫なの。大丈夫です。はい、はい、で、手放した後はここが普段使いの靴があって、で、ここがもうちょっと お出かけ、夏とか、うん、で、こちらもなくなりましたね。なので、残ったのが1,2,3,4,5,6 で、サンダルの7個で、空いたスペースにもっとワクワクするものだったりとか、もっと必要なものが入ればいいかなという感じなんで、はい、OK です。はい、玄関も終わりました。続きまして、あ、そうそうそう、これもちょっと枯れちゃったので、そう、これはまあ鉢とか土は捨てないですけども、ちょっと枯れちゃった、あきらちゃんすいません。ここのスペースですね、ここはですね、よく書きましょう。はい、こういう洋服、衣類が入ってるんですけど、ここが僕のスペースですね。で、こっちが、彼女のスペースで、この下にあるこの部分も、まあ、彼女のスペースということで、まあ、ここは別に共有スペースじゃないんですけども、今回ちょっと一緒に点検していきたいと思います、うん、で、これが全然使わない。あ、使わない、うん、からこれは、はい、さよなら。あ、さよなら、ここに早い、うん、初めて見たでしょ、うん、手帳を使うカバーで、うん、あー、はい、結構しっかりしてて、手帳付きで4000円くらいして買ったんだけど、はい、手帳を使わなくて全然、あ、で、このカバーだけ残したんだけど使わないからどうしようかなと思って、うん、じゃあメルカリで売ってみる、うん、ものは試しということで、じゃあ後でメルカリで売ってみましょう。おお、これはぶっ込みスペースですね、うん、うん、クローゼットがはち切れそうなのに着る服がないとこれも読まないの。あ、これも読まない、これも読まない。正しいお金の食べ方。読んだ。ああ、これも一回も使ったことない。あ、使えそうと思ってて結局使わないね、これね、うん、彼女のスペースの洋服、こことここが僕の洋服スペースで、あとは彼女のスペースなんですけど、なんかあります？はい、気になってるもの、これ、はい、こちらの、あ、もういらない、あ、もういらない、はい、じゃあこれも捨てる。あー、これパジャマの下に履いてるやつ。はいはいはい、はい、じゃあ点検が終わったみたいなんですけども、これだけの量が出ましたね、すごいです。はい、ということで終わりましたけども、結果ですね、これだけの量になりました。いやー、こう自分で自分のスペースをやっている時っていうのはやっぱこういうところ点検あんまりできないんですけども、でも共有部分で、一緒に点検すると出てきますね、うん、
でもあの今回その点検するときに僕がやっぱ注意したことっていうのは、その自分の価値観というか自分のペースは押し付けないで、相手にちゃんと選ばせるっていうことですね。そう、それやったらなんか、まあでもこれだけ出てきたということで、そう、よかったです、点検してよかったです。なので、まあ、今回ちょっと一緒に2人で捨てて思ったのが、使えるんですけど使わないっていう、そういうアイテムがすごい今回いっぱいありました。そうなので、この動画を見てる人の中でその使えるんだけど使わないものっていうのはどんどん手放していいんじゃないかなというふうに思いますし、その空いたスペースにもっといいものが入ってきますから、そうなので、あのどん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 、まあ、こんな感じで僕たちもあのこれから定期点検していきながら、どんどんスッキリしていって、でそのワクワクするアイテムっていうので、ね、こう囲まれるってことをやっていこうと思います。今回ちょっと久しぶり、いや初めてですね、2人で断捨離点検したわけなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。はい、もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。